私たち以外の苦しんでいる子どもたちのためにも、私たち6人が声を上げることでこの状況を少しでも変えたい、そんな気持ちでこの裁判に挑んでいます。私たちは震災当時もあった避難者に対する差別があったこともあり、この事実を人に話すことで差別を受けるのではないかと恐怖を感じ、誰にも言えずこの10年間を過ごしてきました。私たちと同じ状況の子どもたちが今約300人います。私たち以外の苦しんでいる子どもたちのためにも、私たち6人が声を上げることでこの状況を少しでも変えたい、そんな気持ちでこの裁判に挑んでいます。原発事故から11年になり、事故は風化しつつありますが、なかったことにしない、そういう願いが持っている親もいます。こういう被害者が今も同じく苦しんでいるという、またそういう増えているという気持ちを共有していきたいと思っています。このような裁判の原告になる決断をした息子を誇りに思っています。ごめんなさい、その前に言ってなきゃ、訴状ですね、今日提出した訴状の、個人情報が記載されていない部分、総論部分があるんですが、これについては本日、ご希望の記者さんの方には PDF でお送りしようと思っていますので、その点についてはまた後ほどご説明させていただきます。少しでも良い状況になることを心から願っています。また最後に、このように私たちを支えている方々がいることは私たちにとってすごく大きな励みとなっています。